チョコレートフォンデュ。焼きマシュマロ用の串だな。都会で暮らしていても自然に生きていけばいいわけだ。さてさて、もうネタ切れかなと思うんだけども、今日の料理は何でしょうか。今回はですね、スイーツおやつ編。いいね。シュークリーム。シュークリームじゃない。シュークリーム。シュークリームダッチオーブンで作ると相当手間かかるんで。あ、そう。ツイストダンパ。これはダッチオーブン使うわけじゃないんだ。パン生地みたいなのを作って、竹串にこう螺旋状に巻いてもらって。焚き火の周りでこう焼くという。ああ、焼きながら仕上げる。そう、焼きながら、そう、あの個人で仕上げてます。それはこれは、つかちゃん、今日は今回ね、スイストダンパ、好きなように焼いて食べてもらいたいなと。これをこう焼いて、はい、焼けた頃に、はい、スポンと抜いて食べると。で、中にバターとかジャムとか蜂蜜とか入れてもらって、好きなように食べてもらえる。これなんでダンパっていうか知ってたっけ。ちょっと僕は言われは分かりませんけどダンパの言われは、あのさ、あの薪ストーブの煙調節のところに、おう、こういう金を巻いてこう、はい、煙の出し入れっていうか、はい、調整のあれがダンパーって言うんだけど、はい、あれの取っ手に似てるっていうのが。あ、そういうことなんですか。そうそう、形なんですね。そう、切りたんぽみたいですけど、ね、本当やね。じゃあこれを、はい、焼いて食べてもらいます。大ちゃんにこの穴開けて、うん、木に近づけすぎると表面だけ焼けて中身は生のままってなる。豆腐がいいよな。けどこの焚き火ノーグッドやねもうちょっといい焚き火作ってからやろうよ。師匠、おいよ、ダンパー焼けましたか。ダンパーね、焦げてる。焦げてる、つぶってるというか。ダンパーの他にですね、ちょっとスイーツまた作ってきたので。おいしい。チョコレートフォンデュ。おい、何それ。チョコレート。チョコレート、チョコレート。これバナナを、あの刺して、まあ、チョコレートや。バナナをつけてもらえばチョコバナナあ、ダメだ、太すぎた。あー、あー、ああ、箸、箸、はい、箸です。チョコレート溶かせばチョコバナナ。チョコバナナ。あ、これうまい。ダンパー焼けたらチョコ、ダンパーにチョコつけて食べても美味しいですよ。プリッツとかで、これプリッツつけるとチョコポッキーに変わるんですよ。なんだそれ。じゃあチョコポッキー買ってくればいいやで。いやいや、本人ですからね。もう一品、やっぱり焚き火があるので、うん、マシュマロで焼きマシュマロをちょっと。ああ、焼きマシュマロな。これがね、また優れもんで。あ、短いと思ってたけど、あ、こうか。そう、そ、焼きマシュマロ用の。そう、串だな。その焼けたマシュマロを、うん、外がカリカリで中がトロッとなったら、うん、これに挟んで食べてます。マジか。ビスケットとか、リッツとかいう、あのクラッカーとかでもいいんですけど、ちっちゃい。
今日塚ちゃんにあのここに小屋作って杉っぱで屋根張って電話でお願いしたよね。朝俺ちょっとお酒こそで俺と塚ちゃんの会話を聞いてて横にいた嫁さんがそれで伝わるのって言ったわけ。師匠と付き合って30年経つじゃないですか。うん、もう師匠の無茶ぶりにもだいぶ慣れてきたんで、まあ、あとは自然暮らしのメンバーがもう師匠がやってるってことを僕が伝えればそれを具現化するメンバーばかりなので、自分で言うのおかしいけどみんながやりたいだろうなという無茶ぶりそう思わん。すごいな。だってさ、ログハウス作ってて、あともうちょっとで完成という時に、これでやめて帰りたいって聞いたんだよね。まあ俺は、いや俺はやるけどねって。そういう意味での今日のこの作業はどうでしたか。楽しかったですよ。楽しかったでしょ。本当に久しぶりで。なんかみんな平然としてるから今スモークの国焼きになっちゃってますよ。あー楽だ楽だ。自然暮らしっていうのは自然に暮らすっていうことであって、自然の中で暮らすっていうことに限らないんだよ。都会で暮らしていても自然に生きていけばいいわけだ。アウトドアで暮らすばかりが自然暮らしではない。絶対違う。そこはみんな勘違いしてほしくないんだけど、三浦久志さんっていう人がいるんだけど、人間に必要なものは憧れだって言ってるわけ。だから子供を育てるのにはその自然の環境がいいって言ってるんだけど、なぜかというと何にもないからなんだ。だからもっと便利にしたいとか、もっとテレビ見たいとか、子供の段階で全部整っていると憧れが育たないから、生きるエネルギーにもなってこないっていう。同じ生きてるのでも何かに追われてこう行動してるんじゃなくて、目標があってこういう世界を手に入れようと思ってその夢のために一生懸命頑張ってる人と根本が違うのよ。何かに追われてるかな、何かを求めてるのかなっていうのは時々自問自答してたな。追われてるとしたらその恐怖の正体を見極めなきゃいけないんだよ。今追われてるものはないですか。恐怖はないんですか。一つあるのは生活力とかさ、経済力とか、まあ、コロナで仕事がなくなってやべえっていうのはあるんだけど、そしたらそんなお金を必要としない生活をこうやって毎日焚き火してマシュマロ食べて暮らす生活だったらできるしまあ話は長くなったけども、雨が降ってきたんでやめましょう。また雨だよ。また雨だ。うん、できると明日を信じて
そうだね。たくましさ知り、そして負けない自然の声。